お疲れ様です。ラットです。というわけで、今回もね、クロスロイルやっていくんですけど、今日はですね、こちら、ジェイスキャランを使って、マルチね、やっていきたいなと思います。で、コメント欄で、マジで、名前なんすかそれとか、変えたんですねってめっちゃあるんですけど、違うんですよ、本当に。たまに言ってるんですけど、これ、サブアカなんですよね、サブアカなんで。ちゃんとね、ラットアカもいます。はい、あ、いたいたいた、そう、ラットアカもあって、ちゃんとね、別のアカウントも、はい、やってるって感じなんでね、その辺は、把握。お願いいたします。というわけで、まあ、7000もうすぐなんで、7000いけたらいいなという感じで、やっていきまーす。来ましたね。さあ、やっていきましょう。日本人の方だ。よろしく。さあ、で、ジャイスキャラですね。最近、こっちのアカウントはね、レベルがやっぱあるのとないのとかあるんで、まあ、デッキが結構ね、狭められると言いますか、限られるんですけど、まあ、その中でね、最近ちょっと、カンストが増えてきたんで、こういったね、ダクネとかスケラ入りの、とかダクネスケラとかもね、使えるって感じですね。まあ、あとはまあ、ノーマルとかレアに基本使えるんですけど、なんかウルトラ多いね、神器デッキとかはこっちのアカウントだったらできないので、まあ、本枠と、こっちのアカウントとはね、また別のデッキを使ってね、ちょっと取る、上げるようにしてます。相手7000リーチじゃん。これなんか、勝ったら申し訳ないけど、勝ちたいですね。はい。で、タルババだったら、神器か、ランバーユーノとかのね、工場とかラムのか、タルババ他何があるかな、もう同じデッキ。と、まあ、あとは遅延型、トルネード、アイスイズベビドラのデッキは、基本的にタルババかな、まあ、ロイジャイか、スケラか、だと思いますね。クロスとかではない、ホグでもないでしょ。バルーンとかもありますね。タルババ雪玉のマスケで、のバルーンディガーで、まあ、ボムターかインヘかは知らんすけど。まあ、そんな感じかな。まあ、でも、ゴルヘの可能性もありますわ。はい。相手、大型、ラバー説もありますわ。はい。なんでもありますわ。タルババで、まあ、待つっていうことは、大型系か、たまたま高回転なんですけど、手札が、すごい動きにくいって感じですかね。よろしく。みかんさんがね、7000いってたんですよね、そう。寝起きで、何勝何敗やーって。寝起きやっぱ、強えわ、みたいなの、そう、ツイートしてたんですよね。ほんとかって感じなんですけど。ちょっとね、先行かれちゃいましたね、7000。アイスイズ、遅延系ですね。はい。なんで、アイスイズ系とかに対しては、このマスケットが結構強いんですよね。あ、オッケー、マスケットにポイズン割いたら、このね、ダクネが絶対きついよっていう。まあ、ここに対して、本当はね、あれなんですけどね。こう、ボイパー入っちゃおう。で、こう、スケラ打っちゃって、あ、ボムタワーイスズベビーのスケラですね。はい。で、こう、ボーポイされるかな。あ、タルババでボーイですね。はい。OK、ここはね、ダクネがなんか意味わかんねえ方向に行ってる。OK、OK、OK。まあ、多少ダメージ入ったかなぐらいですね。OK、OK、OK。で、ここはまあ、ポイズ打たれたんですけど、打たれたら打たれたで、ここのダクネがね、また生きてくるって感じですね。マスケとダクネこう2種類いるんで、これトレーナーで銀ギラされますね。なんでこの瞬間に行きたい。うん、されんかった。されると思ったんですけど。ワンチャントレーナーで後ろ下げるかな。あ、下げない。ボーポイもしない。よしよしよし。いや、これは美味しいですよ。これもうマスケでこう溶かしちゃって、オッケーオッケー、スケラのダメージが入ってますね。オッケーオッケー、よし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 。オッケーオッケー、めっちゃ入る、めっちゃ入る、めっちゃ入る。運がいい、運がいい、今日俺。運がいいですよ。これ、ポイズンとね、もう結構、スペル、圏内みたいなとこありますね。なんで、もうこれ、削りいきます。ちょっと怖いですけど、まあ、言うて、ダクネもありますし、結構守れると思いますので、で、僕もスケラ打っちゃって、はい。で、タルババで、タゲを取れたら理想ですけど、まあ、取れなくても、もうここさえ守れば僕の勝ちなんでね。はい、来た。あ、雪玉タワーに打っとけば、もうフィニッシュでしたけど。いや、グッドゲーム。これはね、ちょっと、まあ、7000。僕もまだ行ってないんでね。お互い頑張りましょう。という感じで。さあ、マスケがね、いい感じに働いてましたね。相手からしたらマジでマスケがどうにもできない感じだったんで、マスケに結構ポイズン打ってたので、まあ、ダクネが若干生きるのと、まあ、アイスイズベビーでね、あんま働かないんですけど、スケラがね、ちょっと入ってましたね。というわけで。さあ、遅延スケラか。まあ、このデッキね、何がきついって言われた時にね、あれなんですよね。ペッカには意外といけるんですよ。ペッカ工場。まあ、相性いいわけではないんですけど。なんかそんな勝てないっていうイメージもないんですよね。なんですけど、最近なんかめっちゃ高回転 3.0 とか 2.9 とかの、ジャイマジアチャダクネスケコウモリみたいな。
あの高回転のジャイだけには無理。あれは無理。あれね、めっちゃ増えてる、マジで。上手い人がアホみたいに使ってるんですよ。で、中身を、なんかスケの枠をミニペッカにしたり、あ、なんか、コウモリの枠をメガゴにしたり、なんかいろいろいじったり、なんかね、ウッドザップなんですけど、なんだっけ、ザップかウッドの枠をポイズンにしたりとか、もうね、もう、すごいいじりまくってんのよ、みんな。それ無視は、ああ、なるほどね。そう。なんでね、ちょっと、それ来ると、僕としては辛いですね。で、ここ、ジャイつけても、どうせなんかで防衛されると思うんで、一回許容して、オッケーオッケー。オッケー、で、これ破裂時に、雪玉打ちたいですね。あー、で、ディガー来たんで、ポイズンにします。オッケーオッケー。ここは、まあ、多少はダメージ受けるんですけど、まあ、多少なんでね。で、このマスケットに、まあ、なんかさ、どうせ相手裂いてくれるだろうっていうわけで、放置でいきますね。これに変にカウンターつなげませんね。これに相手はなんか裂いてきたのを回収しつつ、そのままね、攻めれると理想なんですけど、これまあすることないんで、もう一回同じです。もう一回ダクプリ裂いて、ダクネでラバー防衛しつつ、まあガゴムレとか来たらもう絶望なんですけど、今。あ、来ちゃうっすね。はい、これはもう守れそうにないんで、まあ、一応雪玉だけ打って、いや、ワンチャン守れるか、これ。俺の気合で。お、コウモリ？コウモリがでも、オッケーオッケー、一個、これディガーが、ディガー飛んでくる？構えて、お、ファイボカーイ。マスケ？マスケいけ！マスケいい！いい！一個タワー折ったことによって逆サイドね、こっちにも来ますね。でもここなんすね、こっからっすね。このデッキ、ガゴガゴきついんですよ、マジで。これ見たらわかるじゃないですか。ガゴガゴきついんですよ、これ。マジで。なんで、まあ、ガゴ、スケラをあんま打とうってせずに、スケラ以外の、この結局ジャイダクネとかの形がきついと思うんですね、相手。なんで、無理にスケラ打たずに、で、ここも、あれですね、相手上手いだけで守れないんで、こっちが形組んで、逆に相手もこれ守れないんで、2-1に持っていきたいですね。これもうポイズン打っちゃって、オッケーオッケー。このね、ジャイが残れば相手絶対きついと思うんですよ。オッケーオッケーオッケー。で、3ガゴぐらいが、ね、来るかな。オッケー、来た来た来た。で、ここで3ガゴ裂いたら、これ結構止まらないと思うんですね。で、あれにギャングに行き玉打って、もう、ダクネ、このダクネがいい。ダクネ！ダクネ！ぶっ壊れダクネ。嫌いだけど。オッケーオッケー、マスケ残ってる。オッケーオッケー。で、ここにガゴムレ裂いたら、また僕のサイクルですね。まあでも、ここで多分バルーン来るんですけどね、絶対。来んのかい。来いよ。まあ来たし。変なタイミングに来ましたね。これはもう守れないんで、ポイズン貼って、まあ3ガゴはね、ちょっと僕としては辛いですね。で、これ多分耐えれるので、耐えます。耐えて、ちょっとミスってますけど。耐えたら俺の勝ち。耐えたら俺の勝ち。これスケラ打っといて、もうポイズン打てば終わりにしたいですね。あ、ダクブリかカッツーンからのカッツーン、よし。これはね、正直勝てない。ガゴガゴはね、こう、アド取られちゃうんですね。やっぱスケラのメタカードがガゴとか3、ガゴとかガゴ群れとかなんですけど、そう、ポイズンまで絶対打たないとダメージ入んないんで、結構きついんですけど、いや、これはね、美味しい。この、39、40やばくない？なんか申し訳ないですね。これ、運よく生きれば、マジね、運が良くて、41じゃねえな。これだって31ですよね。31だ、31。31もらえれば、7000到達。というわけで、お願い。お願い、69、69よりも、まあ、10上が来ればいいんですよね。10上なんで。69、79以上の人と、マッチングすれば、もうね、来い。低いんだわ、ここで。ここでね。なるほどね。もう行かせないってやつですね。ホグコウモリって珍しいですね。まあ、プリンセスミニペのホグとかはワンチャンですけど、まあなんかオリジナリティのね、バーバリアンとか入ってるかもしれないですね。いや、ミニペッカとか臭いですね。で、これミニペッカマジきついんですよ、このデッキ。ミニペッカだけは違うように。なんで、まあミニペいないときにジャイをこう、積極ダイエット出してみたら、まあ、相手高回転もあるんでね。そう、むずいんですよね。であとはスケラに対してはほぼ角でコウモリとかで来ると思うんで、あー、これやばい。ここで逆サイフ来そうっすよね。回転僕遅いから、あー、ファイブはね、美味しい。で、ここ一回ケツからですね。ここケツから組んで、これタルだけで許容して、オッケーオッケー。これ雪玉いるかな。一応打っときますか。まあ、いらなかったかもしれないんですけど、まあまあまあ。で、ここにまあ、スケラ打ちたいですね。ミニペッカー来るかな？何が来るかな？てか、ファイボだったんで、そう、スケラが絶対きついと思うんですね。オッケーオッケー。ジャイはそう、このミニペッカーで通んないんですけど、
ファイボなんで、いや、うまい。このウッドのタイミングうめえんすよ、マジ。いやー、これね、勝ちたいですね。前半できるだけ耐えて、後半ですね、後半。後半にチャンスをつかみたい。いや、これね、いいんじゃない？ミニペック回ってない。このジャイが単純にだるいはず。まだ買いたいですよね。ああ、頑張れ。俺のコウモリ、俺のコウモリ。まあ、ここはね、一回ユニット咲かすって感じですね。オッケーオッケーオッケー。で、これに対しても、相手は絶対、出さなくてもいいか。はい、オッケーオッケーオッケー。まあ、前半は正直悪くない流れですね。まあ、ちょっとむずいですね。まあ、ホグをダックプリで受けつつ、雪玉打つかどうかなんですけど、まあ、打たずに許容かな。かどうせこの攻めが繋がらないなら打ってもよかったですけど。これもう、打っちゃって、スケラー、ジャイをあんま出さなくていいですね。で、コウモリ防衛してきたら、雪玉打って、オッケーオッケー。ね、変にね、ジャイを出す必要がないかなと思います。この相手には。で、ウッド咲いたんで、このダクネをファイボウッドとかじゃ処理できないでしょ？オッケーオッケー。オッケーオッケー。自然とね、このダクプリ、この形もね、多分相手うざいと思いますんで。で、ここはね、もう出しません。ジャイ、ワンチャン出してもよかったな。あ、で、ミニペッカと、オッケーオッケー。いや、これはね、まあ、ポエズ打っとくか。ホグが来るかな。ホグを、まあ、ダクネ雪玉でワンチャン。相手、ボーイうめえ！なんで？めちゃくちゃうまいんだけど。いや、これ、打たれるから、こっちにして。これ、雪玉で。いや、ワンチャンあるよ。マジで。しかも、どっちかわかんないっていう。で、こっちにやってからの、こっち、今、逆だったかな。で、コウモリ来い。コウモリ来い。コウモリ来い。今、あ、待って。やばい。なんか、親父が来てる。耐えて。耐えた耐えた、ああ耐えたけどスケラが入ってない。これホグ来る、やめてって。ワンチャンロケットとか来る。お願い。これファイブだよね。ファイブだからホグ一発だけなら、え、耐えたかね。スケラ、ああ耐えたのに負けるんかい。いや、これね、勝ってないことはなかったな。最後マスケが左サイドに出てたから、ダクブリマスケサイドとダクネスケラだったんですよ。あ、ワンチャンダクプリマスケ側にスケラ打ってたら、ワンチャンあったかもしれないですね。はい。というわけで、ちょっとね、悔しいですけど、7000いけなかったですね、今日は。はい。というわけで、まあね、マルチ、ちょっと、このアカウントもらったかも、まあ、やりつつ、生放送もね、この動画上がってる日にします。はい。なんで、ぜひね、よければ見に来てください。夜、何時からするかわかんないですけど、はい。夜をします。はい。というわけで、チャンネル登録とね、高評価の方もよろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。おつまい。